ピロラオスはピュタゴラス教団の一員、数学者であり、ソクラテス以前の哲学者である。万物は無限なるものと有限なるものにより生じるものをその基礎としており、両者は調和をもって結びついていると説いた。地球が宇宙の中心ではないという考えを述べた最初の人物であるとされる。音楽用パイプで実験をするピタゴラスとフィロラオスピロラオスの考え方は、 見えない炎の周りを地球、太陽、星は回っていると金河系を思わせる内容である。また彼は自然論の作者で同書は金に困ったピロラオスが門外不出の教団の秘密を暴露したものと考えられている。プラトンはこの書を購入し自身の学校アカデミアの蔵書にしたとされる。プラトン哲学の根幹を成すピュタゴラス主義的な考え、数学館は この著作に追うところが大きいという。ピロラオスは空間に固定された方向性という考えを捨て、地球が宇宙の中心ではないとする視点を発展させた最初の一人である。その新しい考え方は彼の呼ぶところの中心美という仮想天体を中心に展開された。ピロラオスによると世界の中心には炎があり、 最も高い場所ではさらなる炎が世界全体を囲っている。世界の本質として、まず中心がなり、その周りを10の神聖な天体が舞い回る空、5つの惑星、太陽、月、地球、半地球があり、最後に世界の中心を占める暖炉の炎があるという。周囲を覆う最も高い場所では元素は純粋な状態にあり、彼はそこをオリンポスと呼んだ。 オリンポス軌道より、下の領域には、太陽と月を伴って五つの惑星があり、彼はそこを世界と呼んだ。さらにその下、ガツ軌道の内側には地球を取り囲み変化と生成を、もたらす場所があり、彼はそこを空と呼んだ。スタペアス、I22-1D ピタゴラスは、ブス490年以後も生き続け、ブス475年に死亡したとする説をとっも、フィロラオスは、 ピタゴラスの死後生まれたことになる。絵は中世に書かれたもの。オシアありがとうございます。